さあ始まりました。はいはい。今日はですねこちらを使います。何一軸館長。今日はその一軸館長を使った企画なんですが、はい、まずですね公園をちょっと一周ぐるっと走ってもらいます、はい、でその後にその一軸館長をしてもらってもう一回同じところをぐるっと一周走ってもらいます。そうすることによって岩川さんうんちがしたくてしたくて仕方ないっていうので急ぎ足になって最初の走った一周よりタイムが伸びると思うんですよ。おーしがった、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 大伸びねえよ。いやでもそのうんちをしたいっていうパワーもプラスされるんでピューって早くいけると思う。いやだから俺もう味わったことあるもん。これはやったことないけど。いやでも、うん、そのどうしても漏らさないっていう気持ちさえあれば早くなる。だから味わったことあるんだよ。なんか工事現場とかでもすっごいトイレ前遠いとことかでうんちしたくなってもゆっくりゆっくり行ったこととかあるよ。でもそれは干潮してない状態じゃないですか。いやだから干潮してない状態、今日限界な状態だよ。いやでも干潮したらものすごく限界だ。言い出したら聞かねえじゃん。病気かお前。病気です。この実験で2000円はもらえます確実に。あ、はいはい。ただですよこれもし干潮してタイム短くなってたらプラス1000円出しましょうよ。じゃあもう最初から2000円はもらえるのね。2000円もらえます。あ、それプラス成功したら1000円さらにもらえるって。タイムを出せたら成功。ああ、じゃあやりましょうやりましょう。サクッとやってもうそのタイムを出してやりますよ。では岩川さん準備はよろしいですね。それでは位置についてよーいスタート。36秒03です。で今からちょっと息を整えてもらって万全な状態で干潮をしてもらって、はい、このタイムを超えたら成功ですので頑張りましょう。わかりました。はい。さあ岩川さんどうですか体力は。もうほぼマックスまで回復しました。一軸干潮はやらせていただきますね。まだ便意は来てないですよね。はい、まあ若干来てる感じしますんで。じゃあここから我慢して、はい、最強に便意が来たら、はい、用意どんで。もし漏れても大丈夫なようにおむつは準備しますか。あ、入ってますね。じゃあしばらく待ちましょう。はい、では位置についておいてください。はい、ではでは。え、岩川さんどうですか。来ました。だからもう早く。あ、岩川さん来てます今。だから来てるよ。もうギリギリまで我慢してください。だからもうギリギリでしょこれは。もうどうですか、まだ我慢できます。もう無理やって。は早くせんと。え、まだ我慢できます。できないよ。もうちょっと我慢します。いいよ、もう無理無理で。行きますよ、はい、位置について、はい、よーいスタート。もう1分18秒です。失敗。もういいよ、もう終わったよ。何すか。終わったよ。何がですか。もう全部出たよ。お仕事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 大。